まあ、今とりあえず、そのままで、こちらからは東京の音楽を各局の方に案内しています。木がチェックしてちょっと危なそうだなっていう方が吉田さんのことで音楽を聞いてもらったので、なので沖縄の人でもないんですので、こちらの音楽は部分に載せません。で、こちらの音声は電話でお伝えします。これステージに書いてるのかな、金子さん。これステージにこの声返ってる？してる？はい。本気さんいいですか？はい、じゃあ行かせていただきます。はい。お願いします。改め
スポーツイベントタスプレで海ごみゼロ対策展にお越しいただきまして誠にありがとうございます。私は進行のやりなおと申します。今日は改めてよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、今東京の MC の、声を、皆さんと共に、各局に取らせていただきました。問題のある方いらっしゃったら LINE の方で、OK だったら OK をちょっと LINE の方に、お問いいただけますでしょうか。今の MC の音声、問題なく大丈夫ですから LINE の方に OK ください。進行します。はい、前説、最後の前説、さっきのところ、最後の2行のところ、BGM お願いします。BGM お願いします。はい、これです。BGM、時間になりますが、ここで、最後の2行。ご案内は以上です。それでは、キックオフイベント、開演まで今しばらくお待ちください。はい、しばらくこのままで、はい、時間になりました。BGM、今のところ、もともとカメラがあります。はい、じゃあ、BGM アウト、満席で、登れないってことは、大丈夫ですか。はい、飛ばしてください。最後の映像。ラストリーはここの辺りから、ここは寝るので。はい、ラスト10秒。はい、ここに住んでた。ここに住んでた。全国の自然パワーショーキャンペーン秋の海ごみゼロメイクキックオフイベントスプレーで海ごみゼロ対策展にお越しいただきまして誠にありがとうございます。私は進行のやりなおと申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。さあ、この海ごみゼロメイクは世界的に深刻となっている環境問題の問題を多くの方に知ってもらうとともに少しでも海に流れてしまうゴミを減らすためようにと大量ゴミ対策を目的とした取り組み海と日本プロジェクト全国共同運営を推進する日本プライダントプラスチックシャーキャンペーンを実施する環境省がトップとして企画したものです。これから全国各地でさまざまな清掃イベントが開催されます。本日はそのキックオフということで新型コロナウイルス対策をしっかりと取りながらこの東京タワーから伊勢アクションの輪を広げていきましょう。また皆さんにお願いです。 SNS のアカウントもお持ちだと思いますので本日の清掃イベントの模様を写真に撮ってどんどん SNS に投稿して拡散してください。ハッシュタグはアルファベットで海ごみ UMIGOMI 海ごみでよろしくお願いします。たくさんのたくさんよろしくお願いいたします。ここで M 乗り換えます。これ本末とちょっと M 違います。はい、 M 乗り換えました。はい、どうぞ。早速オープニングイベントを開催していきましょう。まずはこちらのコーナー海ごみゼロ宣言です。本日お越しのコスプレイヤーの皆さんそして企業や NPO 団体の皆さんの YouTube から意気込みを表明して盛り上げてもらいましょう。はい、ここで実際には、勝手に最初の仕事を含め最初、ステージはこの柵のエリアの皆さんがいらっしゃいますが、自分の順番の手前で鑑定素材にスタンバイに入っていただきます。アテンドこちらしてください。
で、宣言が終わりました。そしたら舞台仕事で前階段から会場の中に戻っていきます、ちょっとダミーで一回行きます。ダミーで行きます。どなたが出てください。じゃあ吉さん、よろしくお願いします。それでは最初のチームからお呼びしましょう。私たちが日頃飲んでいるペットボトル飲料、ペットボトル飲料業界の皆様に団体で参加いただいてます。はい、ありがとうございます。で、ここで、ステージスタンバイしていただいて、ここが6名ですね。はい、ちょっとリングの後で番組を入れてください。はい、じゃあ飛ばしていきます。センターマイク喋ってます。センターマイクです。はい、ご挨拶です。はい、医療業界や医療言語界の皆さんです。はい、ありがとうございます。で、最後のチームがですね、2チーム合同ということで、そうです。ありがとうございます。そして次は、ありがとうございます。次はって言ったら、もう同時に流れて降りるの待たないで降りながら、で最後のチームが2チーム合同になりました。3チームが20ページですね。で、終わりましたら21ページします。この後はじゃあ北海道の方から順番にラストを伺っていただきますので、よろしくお願いします。ズームの方を、はい、じゃあ、21ページ、じゃあお願いします。はい、ここで今東京は、各局画面、Zoom の救命が出ています。Thank you.
えしています。祝祭していたお天気にもですね、恵まれまして、グランドプラザは朝からお買い物を楽しむお客様でたくさん溢れております。この後、11時からオープニングアップに向けて、今コスプレイヤーの方も準備をしていただいております。そして MC の私も初めて今回コスプレに挑戦してみました。いかがですか。夏美高原さんの衣装をお借りして初めてブルーコスプレに挑戦しました。この後のゴミ拾いも楽しみにしています。以上、最後からでした。また後ほどお願いします。はい、ありがとうございました。続きまして、東海エリアを代表しまして、静岡県の皆さん、お願いします。静岡県では清水エスパルスが静岡犬組ゼロ PR 大使となって一緒に活動をしています。今日はここ IAI スタジアム日本平にて、清水エスパルス対鹿島アントラーズ豊島アントラーズの試合があるのですが、こちらのブースを起点としてサポーターの皆さんとゴミ拾い活動を行います。コロナ対策を取りながらスタジアムの周りをきれいにしていきます。はい、静岡県の皆さん、ありがとうございました。では続きまして、近畿エリアを代表して兵庫県の皆さんです。お願いします。はい、こちら兵庫県から福原恵里がお伝えですか。私は今、淡路島の地元市に来ております。本日はホテルニューバラジ決定アラジイベントインベーターのスタッフ3名のおびき拾いをさせていただきます。皆さん、よろしくお願いいたします。そしてですね、本日はゲストとして国指定重要無形民俗文化財および淡路島日本遺産に指定されている淡路人形浄瑠璃のエビス様が応援に駆けつけてくれています。おー優雅な動きですね。わー素敵な舞を披露してくださっております。はい、ありがとうございます。この後はですね、エビス様と一緒になって、あちらに見えます小浜ビーチでゴミ拾いを行いたいと思っております。そして今年は新型コロナウイルスの感染拡大の影響もありまして、なかなか人を集めてのゴミ拾いというのはできておりませんが、兵庫県では引き続き海をきれいに、海をリアルにつないでいく活動を行ってまいります。兵庫県からは以上となります。皆さん、一緒にゴミ拾いをしましょう。はい、兵庫県の皆さんでした。ありがとうございました。では続いて、中国エリアを代表して広島県の皆さんです。広島の皆さん、すいません、広島はですね、雨が今日の朝からですね、大雨警報が出たので、電話川でも清掃活動ですね、現在にとって中止になりまして、広島城の堀取りからの中継になっております。本当はですね、皆さんを広島の皆さんの前に近くにしてもらえたら、広島なんですけれども、私、国内外の未来に残すためにですね、こんな動画を制作しました。少し映像に注目しながらご覧ください。街から流れてくるのは綺麗な海で見合える。
会場では、ウミガメに関するクイズラリーも行っているんです。そしてこの後衛星会場ではプロレスラーさん、コスプレイヤーさんともにウミガメゼロの PR 更新を行っていきます。みんなで一緒にウミガメを拾いましょう。はい、愛媛の皆さんありがとうございました。では最後に九州沖縄エリアを代表して沖縄県の皆さんです。お願いします。今沖縄と北海道がいない。あ、北海道さん帰ってきましたね。はい、北海道さん今これ聞こえますか？北海道さん、聞こえたら手を挙げてください。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ北海道さんをお呼びしますので、 MC のさんの MC さんから北海道さんをお声掛けしますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、それでは早速北海道の皆さんから呼んでみましょう。北海道の皆さん、お願いします。はい、こちら北海道です。そしたらですね、各局の皆さん、皆さんのミュートを一回皆さん外してみていただいてよろしいでしょうか。PA さんちょっと気をつけてください。皆さんの一斉の声をちょっといただけるお話しみたいんですが、各局の音声さん、皆さんの方、ちょっとミュートを解除して、各局全部一斉にミュートを解除してみていただけますでしょうか。ミュートさんのご紹介でした。しました。はい、でこれで皆さんに、ちょっと声をいただきたいのですが、ちょっと一回もらいます。31ページ、東京 MC が、ゴミを拾ってと言ったら皆さんで海を守ろう。ゴミを拾ってと言ったら海を守ろう。はい、そうです。東京 MC が、ゴミを拾ってと言ってみんなで海を守ろう。ここちょっと読み直していただいて
なったでしょうか。はい、参加できる局の方だけで結構でございます。参加していただける局がの方がございましたら、はい、東京 MC が参加しております。海を守ろう、海を守ろう、よろしいでしょうか。はい、参加できる方お願いいたします。いくよ。はい、じゃあ MC さんお願いします。私がゴミを拾ってと言ったら、皆さんで海を守ろうとお願いします。会場の皆様、オンラインの皆様、よろしいでしょうか。いきますよ。ゴミを拾って海を守ろう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これで一旦リハーサルさせていただきます。この後各局の皆さんの方から何か不幸ございましたら、一旦 LINE の方で、お話しできればと思います。どうぞ本番よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。Thank you.
Thank you.
たまに当てやる。私こっちで脱いだよ。